皆さんこんにちは、レック梅田育明本校の、専任講師阿久津です。よろしくお願いします。で今日はですね、毎年恒例の、弁理士の L ゼミですね、これのご紹介をしていきたいというふうに思っています。で今年2021年の試験ですね、受けられた方もいるんじゃないかなと思いますけれども、どうでしたかね。相当難しかったですね。特に特許法がすごくボリュームがあったというふうに思います。あれを書き切れた人はなかなかいないのかなというふうに思ってまして、で多い上にですね、で問題文のところに必要な範囲で条文を引用しという限定が課されているというところが特徴的でした。でこれは何を示唆しているかというと、法律文書というのは三段論法といいまして、はい、規範定律当てはめ結論と、でこの順番で書きましょうということになっています。で弁理士の通例でその規範定律という部分は省略していきなり当てはめ型で書くと、でしかも結論先出し型という書き方が流行していてですね、で最近では先に結論書いて、でなぜならばこうだからっていう当てはめを書くといういわばその単断論法の逆順に書くっていうスタイルが、横行してたというふうに感じています。ところがそこに警鐘を鳴らしたのが今年の本試験なんじゃないかなというふうに思っています。で私のゼミは、ずっと当初からその規範定律当てはめ結論の、重要性を説いてまして、はい、そのスタイルで書いていただければ高得点が出たんじゃないかなというふうに考えています。はい、まあ、これを踏まえてですね、来年の試験対策していかないといけないなというふうに考えています。でいろいろその講座がある中で、まあ、L ゼミの特徴を今日はご紹介していきたいなというふうに思っています。でおそらくこれ皆さんウェブ上でご覧いただけるんじゃないかなというふうに思っています。で関西は、井口クラスと阿久津クラス2クラスになっています。はい、でこちらですね、私の阿久津クラスですけれども、12月19日から始まりまして、毎日週毎週日曜日に開催いたします。で夕方同じ時刻に始まって、大体8時ぐらいに終わる、日程というふうになっています。全20回ということになっています。はい、でですね、L ゼミの特徴ですね、私の特徴としてはですね、ここですね、まずは添削です。はい、ですいません、添削じゃなくてミニ問ですね。はい、ではい、本試験ね、いろいろその年々によって、傾向が変わってきますけれども、通して言えるのは事例問題がおよそ 75% 以上あるということになります。で事例問題は短時間で、特に今年みたいにすごい、量を短時間で書くということになると、まあ、その場で文章を考えていては間に合いません。というわけでその文章のブロック自体を常日頃から練習しておくと、例えば補正が出たらもう絶対補正の文章はカチッと書けますよ、あるいは、特許要件の39条とか、書けて言われたらもう筆が止まらずに書けますよというブロックの練習をしておかないと、高得点を維持できないということが、まあ、言えます。でほぼですね、これがちゃんと書けるようになれば、合格のだいたい6合目7合目までいっていいと、いったと言っていいというふうに考えています。でそれをお助けするのがこのミニ問ということになってまして、まあ、その補正だったら補正、分割だったら分割の小さい問題を各条文について作っているという問題です。でそれの問題と答えが、書かれています。で合わせてですね、その条文の要件効果についても表でまとめていますので、まあ、その条文をしっかり文章化して当てはめができる実力をつけていただくということができます。でこれドリル形式でずっとやっていただくと、まあ、大体よく使う条文について、書く力をつけていただけるというものです。でこれを家庭学習用に使っていただくということになっています。はい、であとですね、まあ、事例問題はこれで、鍛えていただくとして、書士の問題も出ます。でその趣旨の問題についてはこのミニテストで、一応ですね、その知識を定着させるということになっています。なかなかですね、趣旨というのは、範囲が広いので自分でこう青本とか、
もしくは改正本をずっと追いかけて覚えていくというのは難しいものです。ですのである程度出題可能性の高いものを集めてですね、書誌の書誌集をお配りしています。その書誌の集めた書誌集の中から毎週範囲を決めてミニテストを行っています。でこれによってですね、その限られた週に1週間に限られた量の分量だけ暗記していただいてアウトプットするので、まあ、ペースメーカーに使っていただけるということになっています。でエルゼミ終わった頃には司法のある程度の範囲の書誌が頭に残るというものになります。はい、でもう一つですね、はい、でこれがまあ、私のゼミの特徴というとあれなんですけども、どっちかというとですね、二人三脚的にあんまりその大冗談に構えない、ゼミのスタイルにしてます。ですんでゼミが終わった後もよくその、最後まで30分1時間残ってですね、質問に来られるというのが多いです。でその時に担当の問題も当然持ってこられますし、で他の予備校の、問題とかいうのも持ってこられます。それはそれでね、皆さん横で聞いている他の方々も勉強になるということで、まあ、一緒に勉強していくような感覚でやっていきたいというふうに考えています。まあ、こんなふうにですね、エルゼミっていうのは単なる講義ではなくて、複数の皆さんチームの人がみんなで知識を出し合ったりとか疑問を共有したりとか、でそれを講師と一緒に共有して進んでいくというスタイルの学習法です。でこれなかなかコロナ禍でこういう対面でお話しする機会がないので、ぜひですねこのエルゼミ活用いただけたらいいのかなと思っています。とにかくこの、まあ、コロナ収束しつつあるとはいえですね、生の講義が減ってきてですね、お教室に通う機会も激減しているというふうに思います。この試験はとにかくモチベーションの維持が最大の合格のハードルというふうに私は感じていますので、まあ、エルゼミに通ってぜひそのモチベーションも維持していただけたらいいのかなというふうに考えています。はい、それですね、今年ですね、まだ合格発表がこの収録時はなされてませんけども、まだ合格が決まっていない方、ご不安に思われている方も多いんじゃないかなというふうに思っています。はい、ですけど今勉強されている方はぜひですね、合格に希望を持って口述試験の勉強をしていただけたらいいのかなと思っています。で来年担当試験、論文試験を受けられる方については、まあ、一気に全部合格するつもりで担当試験だけ受けようということではなく、論文試験の勉強も併用して学習していただけたらいいのかなというふうに思っています。はい、それですね、付け加えますと、エルゼミはですね、採点を、講師がすべて行います。はい、だから毎週毎週採点しているうちに、個々人の方々の特徴であるとか、ここができてないとか、ここができてるっていうのが大体分かってきます。はい、でそれに基づいて、いやここもちょっとこうしたらいいんじゃないかっていうお話を個別にもできますので、まあ、その点もゼミのいいところじゃないかなというふうに思っています。で特になぜ60点の採点なのかが分からないということがおそらく経験上あるのかなというふうに思ってまして、はい、だから特定の根拠っていうのを明確に示しています。で毎回毎回採点のその、答案用紙の左上にこういう小さいですね、得点表、しかも2点3点刻みで項目の、イエスノーを書いた、ハンペラと呼ばれるものをホッチキス止めしています。でそれに基づいてですね、自分がどこが取れてないのか、あと60点を取るには あとここの部分だったらきっと取れたなっていうところを見つけてもらって、まあ、それが書けるように復習していただくということで点数が追いついてくるということが言えるかなというふうに思っています。はい、でまあということで頑張っていきたいというふうに思うのですが、最後にですね、ここに少し私の学生時代の経験というのが書いてあります。まあ、お読みいただければいいんですけど、最初私弁理試験の論文試験受験しました。でその時は論点全部上げたつもりでおったんですね。でところが全て B 評価でした。でこれがなぜなのかさっぱり分からなくてですね、で、まあ、半年ぐらいずっと悩み続けていました。でその時にその本屋さんに行って、
司法試験の前を通りかかったときに目にしたのがここに載っている本でして、はい、まあ、あの論文のなんとか教室っていう本だったと記憶しています。でここに書き方教室って書いてますけど、確か作成教室かなっていう名前だったんじゃないかなと思っています。でそこにですね、今冒頭で申し上げた、規範定律当てはめ結論という書き方であるとか、まあ、その他その、法律文書を書くためのコツがずっと書いてありました。でそれをこう読み切ってですね、次年度、受けて、まあ、合格したということです。まあ、その時は論点を何個か落としたのを帰り道で悔やんだ記憶があります。それでもですね、やっぱり法律文書をきちっと書けばいくら論点を落としても合格できるんだなという経験がありまして、まあ、それが今の L ゼミの、私の L ゼミの礎になっているというふうに思っています。とにかく全部書くんじゃなくて、あの書ける項目をきちんと書くというスタイルです。はい、でこれを身につけてですね、ぜひあの、昨今の、大量に書かせる問題を攻略してほしいなというふうに思っています。皆様のご参加お待ちしております。